はい、始まりましたダンサートーク、ダンス大好きママダンサー MC のさやかです。よろしくお願いします。本日はサムネタイトルにもある通り出ました、ディズニーダンサーオーディション2022の1時の結果が届きました。前回の動画でもお伝えした通り、1時の結果は本日6月24日のまあ夜9時、21時9時までにご連絡、合否に関わらず、まあ受かっても落ちても連絡はするからねっていうことだったんですけれども、まあ、今ね、まだな、お昼なんです。まだな。まだね、お昼なんですよ。3時ぐらいですわ。なんで気づいたかっていうとね、ペロンって Gmail 来まして、そのペロン Gmail が、大丈夫、落ち着いて。娘がバタバタしてる。この Gmail がオリエンタルランドの方から結果が届きましたよっていう Gmail やって、スマホでそれはね開いて、ああ結果が結果来てる、ああドキドキと思って、これは動画を撮らないと結果報告皆さんにせなと思ってちょっと動画を撮っております。なのでまだ結果見ておりません。今から見ます。みんなで一緒に見よう。パソコンで見るわ。じゃあ見ていきます。はい、いただきましたよ。結果発表をご確認くださいのページが新しくできてます。押しますよ。この度はダンサーの選考にご応募いただきありがとうございました。選考の結果、誠に遺憾ながらキーに添えない結果となりましたのでご連絡いたします。なお選考結果の理由につきましてはお答えいたしかねます。ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。落ちたー落ちたー、あかんかったんですけど。ちょっと落ちちゃったダメなのね。あらさ、ディズニーダンサー挑戦への道、一時で桜散りました。はい、というわけで結果が出たわけなんですけれども、ディズニーダンサーオーディション一時の結果不合格でございました。そう、落ちてしまったんですけれども、まあやっぱりね、あらさがまあ受かっ、そんな受からんわな、初めて受ける子がそんな簡単にっていうところでございまして、まだねオンラインでダンスレッスン受け、初めてテーマパークのレッスン受けてまだね何ヶ月かっていうところでございますわ。あーやし、正直ね、産後2人目産んでからの産後の体型もね、やっぱレオタードで動画撮って送ったんですよ。正直自信はなかった。レオタードで来て動画撮るなんてないわけよ。どんな動画送ったんっていうのはね、やっぱ見せられるような体型ではやっぱりなくてですね、いいや、やっぱ厳しいなと思いました。なんか体型っていうのも全部出るので、なんかそういうのも、あ、もうちょっとこの1年かけて来年かけて、もうちょっと綺麗な体型っていうのをこう作っていかないと取らへんやろうなっていう、そのスタイルやったかな。そうやね、まあ私がね、なんそのディズニーダンサー、まあディズニーダンサーに受かればそりゃハッピーでございましたけれども、こういう、なんて言うんですか、こうエンターテインメント、テーマパーク系のお仕事に興味を持ってるっていうのはですね、まあ理由の一つとしましては、二人目で娘がね、生まれまして、女の子生まれて、で、やっぱりその、ディズニーとか、まあプリンセスだったりとか、あと、キティちゃんとかね、サンリオのキティちゃんとかもすごい好きだったりするんですけれども、息子もね、含めこう喜びそうなパフォーマンスのショーとかステージに、出れたらなんか子供が、お母さんこういう仕事してるんだっていうので、なんか喜んでくれるかなと思って、ちょっとテーマパーク系のねお仕事をこう目指させてもろてるんです。で、自分が一人で踊ってた時はやっぱりこうかっこいいダンスが好きやったから、やっぱいかつかったり、まあ、セクシーでかっこいいみたいな感じだったりとかがまあ好みだったり好きだったりはしたんですけど、やっぱり子供に向けてのステージとかダンサーのお仕事っていうのもね、いっぱいあるじゃないですか。テーマパークで言ったら、まあ、サンリオピューロランドとかも、まだね、オーディション受けたことないですし、サンリオピューロランドも挑戦してみても、ピューロダンサーっていうんですかね、挑戦してみてもいいのかなと思うし、あと、島次郎コンサートっていうのもね、あって、それもなんかダンサーさんが
ついてたりするので、なんかそういうファミリーコンサート的なものの、ダンサーオーディションっていうのも受けてみても、あのもしね出れることになったらすごい子供が喜ぶんじゃないかなと思って、ちょっと夢の一つではあるんですよね。我が子が喜びそうな、キャラクターのショー、まあ、ポケモンとかでもいいんですけど、あの子供が喜びそうなショーにダンサーとして、ダンサーの仕事として出るっていうのができたらいいなと思って、ちょっとテーマパークダンスっていうのをね、まあ、3月からかな練習させてもらってるので、あのそういう機会がねもしあれば、あの出れたらいいなと思ってます。はい、まあ、ディズニーでほんまは受かれば最高でございましたけれども、ちょっと今年ね初挑戦のディズニーはもうあの全然ダメでしたね。ダメダメで、もう一時でもう引っかかりもしなかった感じだと思うので、来年私の、まあ、気持ちが変わってなければ結構その時の気持ちでこう踊りたいものだったり好みが変わってる可能性もあるんですけど、今のところは、来年もね、あの2回目ディズニーダンサーオーディションを受けてみたいなと思ってるので、まあ、それに向けて、日々また育児家事の合間を縫いながら、踊れる時間がちょっとしかないんですけれども、あのその時間で頑張って練習しつつ、次の何かチャレンジできるものがあれば挑戦していきたいなと思ってます。っていう感じでご報告動画でした。あ、そう、受かった方はね本当にこれから、夏二次審査、そして結果も出ると思うので、あの一次通った方はね本当にこれから頑張ってください。夢をつかんでですね、ディズニーにはもちろん遊びに行くのは遊びに行くと思いますので、ディズニーもね大好きな作品がたくさんありますので、こうテーマパークダンサーさんってすごいねハッピーなレッスンを受け始めて、すごいなんかやっぱ楽しそうなね子が多くて、あのすごい楽しいジャンルなんだなっていうのはあのやりながら感じて、またテーマパークの魅力にもねこうどんどん気づき始めてるので、あのテーマパークダンサー目指してる方、あの応援してます。ということで、はい、本日の動画は以上となります。さあね、これからも頑張ってねって思ってくれた方はですね、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価も押していただくと嬉しいです。またね、さあ ね TikTok、Instagram、Twitter もやっておりますので、好きな SNS があればぜひそちらもフォローお願いします。マイペースではありますが、あの月に1回ずつぐらいレッスンもしてるので、もしあのさあねダンス教えに来てほしいなとか、あのリトル教えに来てほしいな、キッズ教えに来てほしいななんてね、あとはママダンスでなんかママたちに教えに来てほしいなとかあれば、ぜひ出張レッスンもやってますのでね、 LINE 公式アカウントの方からですね出張レッスンのご依頼なんかも受け付けております。ぜひぜひあの全国でねダンスを通じてこれからもいろんなコミュニティの輪を広げていけたらいいなとダンサーファンとしては思っておりますので、いろんなねこうコメントとかリクエスト、ございましたらぜひ送ってくださいということで終わりたいと思います。よっしゃ、次の目標を見つけて頑張るぞ。いいんだいいんだ、次だ次だ、おお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 お